どうも。もうやめよう、こんなクソみたいなオープニング。これ以上やると僕の人間性が疑われるかもしんない。いや、コメント欄だけ見たら好評な方たくさんいると思うんだけど、絶対に不評な方の方が多いと思うよ、このオープニング。なんで次からちゃんとやっていこう。多分。はい、どうも、ピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、レイドオブファンサプライズということで、突然の襲撃は楽しいということでしょうか。そして来たね、久しぶりにシールダーナインさんのコース。いや、マジでこの方の作るコースのファンだからさ、僕、すごく楽しみにしておりました。でも正直なこと言おう。さっきまで昼寝してて、すごく体がだるい。なんで、この方の作る超絶鬼畜トロールコースに目を覚まさせてもらおうと思って、このコースを選びました。それじゃあ、早速やっていきますか。クリア率は 1.13%。いや、昼寝した時ってさ、朝起きた時よりもだるさが残るよね。これって何なんだろう。だから今日僕あまり喋らないでクリアしていこうかなと思います。いや、悪いね、自分勝手な都合で。今日は絶叫なんてしないよ、そんな元気ないからね。左は何もないか、なんか降ってくると思ってたんだけどな。で、今降ってくんの。あ、ここチリにならないといけないっていう感じで、じゃあ一旦上行ってみる。上行ってでも何もないか。じゃあブラパにチビにさしてもらって、ここで右に開幕マグーマー。なかなかやれねえシールダーさん。さすがシールダーという名前を持つだけのことはある。だが、この伝説のトロールコースのオフェンサー、トロフェンサーキングの前ではその実力も無力さ。カスキングに改名だね。だが、しかし僕のマナコはまだ閉じたばかりさ。もっと多彩な罠で僕のマナコを開眼させてくれ。そして僕にこれまでにない快楽と喜びを与えたまえ。ぶっ壊れすぎやろ。飛ばしすぎやろ。もうちゃんと実況しよう。じゃあここは左にダッシュしておけば、あの砲台がかわせても、こっちのリフトはかわせませんでした。戻ったら、テレ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 、あ、リフトが上がってくるタイミングはわかんねえな。一旦ここで左押しっぱを解除、そしてキノコを取っていく。そしてここ当たっていいのかな。一旦当たらないでいく。君がスライディングをさ、マリー見ててくれ、みんな僕のスライディングを。このタイミング、しゃがむ必要絶対なかった。あ、うわ、取らせてくんないの。じゃあバブルが落ちてくるみたいな。な、鉄球。あー、なるほどね。チョロプーの裏にフラワーが隠してんのか。っていうことは、ここはやられるだけのステージなんじゃない。やっぱりね。あ、これ死に耐久もしかして。いや、倒してみせるよ、あなたたちを。絶対な、フラワー2つも用意してくれてるもん。だから僕は絶対倒すよ、あなたたちを。やばい、くっ、倒して、何やってんの。これ倒したらすごくない。フラワーたった2個でさ。いや、ちょっと1匹でもいいから早く、次次次次のアイテムを、次のアイテムを。言い過ぎなんだよ、お前らは。ふざけるなよ、絶対に倒してやるぞ、お前ら。なんか悔しいもん。ちょっとさ、倒せますよ的な雰囲気出すのやめてくんないかな。そして、あ、下からも出てる。もう無理、絶対無理。次行こうか。じゃあチョロプーの裏にファイヤーがあったから、それ取っていけっていう感じか。そしてこの先進んでる P スイッチが見えるね。 P スイッチの裏にはこれ、あれ、 P スイッチ右、なんか左の P スイッチが沈んだんだよね。そして右の P スイッチを踏めていこうかな。いや、なんか怪しい。あ、でも P スイッチ踏んだら絶対ブラパ落ちてくるよね。でもビンコイン回収しなきゃいけない。いや、どっちなんだろう。あ、やっぱそうなるよね。ギリギリピンコインは回収できるんだけど、多分ピンコイン回収しなくていいよ、このコース。ちょっと待ってね、これ頑張ればいけるんじゃない。こっからダッシュした勢いであのピンコイン取ってみようか。あっ、じゃねえんだよ。キモい声出すなって。めちゃめちゃキモかった、これさ。すぐ右にピンスイッチが移動しちゃうから絶対に取れないね。じゃあここでチビになって進むのかな。あ、ヨシコいるじゃん、久しぶり。ヨシコ待ってた、ヨシコすぐ迎えに行くから。お迎えされちゃった。いや、いつになっても慣れないわ、この魚が落ちてくるやつって。そしてこのヨシコちゃんと取らしてくんのかな。一旦このガスバーナーがなくなってから、上、あ、上に行く感じだね。そしてドスにオンオフしてもらう感じか。さあヨシコ行くよ。いや、なんでなんでさっきなかったやん、そんなところに隠しブロック。なんでよ。あ、これしかもやられないパターンか。あ、新しい C 耐久だ。でもそんなことで僕が手こずると思うな。さあ、マブリオ早く来てくれ。頼むって。なんかいいタイミングがない。なんかガスバーナーでさ、こうやって無敵時間になっちゃうんだよね。だからいいタイミングであのバブリに当たらないと。頼むって。ここフラッシュ。じゃあ、あのヨシコって乗らないでいいのかな。一旦乗らんで進んでみる。そしてこのロスにオンオフしてもらって上。え、なんでさっき隠しブロック出たんだろうね。それがマジで謎なんだけど。そしてここ下に落ちるでいいのか。何もないでくれ、頼む。やった。
さあ、よしこが焼かれてますけど、先に行きますか。ごめんね、よしこ。後で必ず迎えに来ないから。そして、ここのドス、何もしないでいい。じゃあ、ここは右ダッシュからの右ジャンプ。そして、このまま身につけろか。そして、この鍵取っていいのかな。はいはいはい。そういうことしてくるわけね。でも僕は空中ドア入りという必殺技を覚えたんだよ。みんな見てて。この状態で鍵ドア入ってみせるから。ヒゲ、空中ドア入り。できるわけねえだろ。じゃあここはブラッパの横に追っておくでいいのかな。そして鍵手に入れてるから鉄器が落ちるより早くドアに入るっていうことだね。ダメだってこれ。しかもリフト戻ってきてくれよ。なんか左にさ雲が見えたんだよね。だからそれ、あー、これ乗るでいいのか。そしてこっから先どう行く。下に行くのか。なーによ、僕は行けるよ。常に僕は行けれないよ。しゃがんでおこう。それが全て正解の道しるべだ。さあ、ここでキノコを取ってもう解除していいんじゃない。いや違うんだって。アンダーボンビスはもういらない。そしてここで、いや絶対こっちで合ってる。ざまねえな、何やろうが。左下に落とそうだってそうはいかねえんだよ。こっちはトロールコースを何年やってると思ってんだ。マッシュ、そしてキノコを取ればいいのかな。スマッシュ、なんか来てる。シャー、え、左下で合ってたの。絶対こっち罠だと思うよね。じゃあここはピースイッチ押せばいいのか。絶対目を失敗したらどっかドアに連れて行かれるとかそんなんだと思う。なんで何もしない。ペラペラしてんじゃねえ。すいません、用途見たらここペラペラが3つ設置してあるのが見えます。なんで1、2からの絶対違うやつだこっち。このクリマチュが。ただ今ので確信したね。ピンクコインがある場所って全部罠が設置されてるんだよね。だから今後ピンクコインの方に行かなかったら罠に引っかからないみたいな、多分そんな感じだと思う。さあ、そろそろチェックポイントに欲しいよ。そしてここは音符、いや下上どっち行く。下怪しいな、すげえ。まあ一旦下行ってみるか。ああ、なんもなんないのね。じゃあ今度上に行くしかないんで。そしてあのキロ、ああ絶対違う。こっちはないでしょ。またさっきと同じやんか。ちょっとこっから考えていい。あのキノコいや、もう考えてもどうせ無駄だろ。なんでさっさ行こうか。もうこんなん当たって砕けろなんだ。キノコ取れないね。この先どうやって進むんだろう。このブロックどうやって壊してくれる。それはわかるか。でもさ、あのファイヤーフラワーどうやって取るんだろうね。こっから一旦左に行けっていうことかな。そしたら、あー、この砲台がファイヤーフラワー出してくれんのか。さあ、ここでキノコ状態になって早く右に行こうか。そして素早くオンオフをして、こっからパワーブロックを投げるか。一旦考えよう。一旦考えて落とす。いや違うやん。なんか思ってたの全然違うやん。こいつが頼りだ。頼むさ救世主。パパパパ。まあでも正直なこと言っていい、チルダさんのコースにしてはこのコースめちゃめちゃ簡単だね。もっと鬼畜な罠がねたくさん用意されてると思ったけど、全然そんなことない。もうこの方のコースの中ではめっちゃ簡単すぎる。やっほー。今ヤッホーって言ったと思うんだけど、ヤッホーって言った時ね、まあうち猫飼ってるんだけど、てんちゃんっていう、その猫の表情がめちゃめちゃ冷たい顔しててさ、見る？ちょっと画像載せておこうか。写真撮ったからさ。いや、こんな感じだったんだよ。めちゃめちゃ冷たくないこの顔。いや何やってんのお前みたいな。まあ無事中間ポイント2切れたしね、さっさとゴール目指していきますか。まあチェックポイント2切れたところでね、てんちゃんの好感度が上がるわけでもないと思うんですけど、ここは上にジャンプする。そして、あー、一旦3個全部叩いてみる。なんもないのか。無機物。今ね、無機物って叫んでた時は普通に自分の毛舐めてた。多分あのヤッホーっていうのがさ、てんちゃんにとっては頭ペッケーって感じで僕のこと見てたんだろうね。まあ無事ね、さっきと違うパターンにも引っかかったし、もう十分なんじゃないのか。制作者もう十分すぎるほど僕は罠に引っかかったと思うんだけど。だからもういいだろ、ゴールを見せてくれよ。あ、鍵手に入れたから鍵。いや、どっちだろうね、ドカンと。でもさ、右カロンのコーラがある。カロンのコーラ入ってこの鍵扉に入る。絶対これが正解だったんだよ。さあ、上等じゃねえか。さっきのリベンジ果たしてやるぜ。なんで僕はこいつら全員を倒してこのコースを気持ちよくクリアしてみせたいと思います。無理だよ。じゃあこの下に降りて何もしないでいいのかな。っていうか動かないでいいの。あー、動かないでいいんだね。そしてここ隠し風呂かと。ここあるんじゃないのか。やっぱあるね。
じゃあここ勢いで行こうか。勢いで行って、あの下絶対行かない方がいいと思う。ピンクコインの方は罠だっていうのは分かってるもん。なんでこの上から鍵ドアに入る、絶対これが正解だと思うよ。さあそろそろゴールよ。右を出発してみようか。それじゃあここ降りてジャンプして、このカロの甲羅に乗る。そしてこっから右に行けばいいのか。いや右を失敗しなくてよかったね。このダッシュでいいの？絶対なんかある気がしないけど、ダッシュして行ってみるか。もうこれ以上なんかねえんだ。なんだよそれは。カシャじゃねえんだよ。捕まえんだ。もうちょっと勢いのある罠をくれよ。この扉の先なんか嫌な予感しかしないな。さっきと同じパターンじゃねえか。やっぱりそうだと思ってた。何回僕にリベンジさせればいいんだよ。でも絶対に勝ってみる。次こそ。何度目か分かんないけど、これで4度目ぐらいからもうさっさカットしろよって思ってる方たくさんいると思う。だから早く勝たせて、いいところを僕がみんなに見せないと。絶対無理だってこんなの。ダッシュからのしゃがみでいいのかな。それで抜けれる。あー抜けれるんだね。っていうかこの矢印がヒントになってんだ。全然気づかなかった。行けてから気づくパターンって結構あるよね。じゃあここはオンオフした瞬間すぐ左にダッシュする。これでいけないで、ね、絶対こっち違うパターンでしょ。レイド襲撃ってことか。あの50コインすごく怪しくない？あの50コインがゴールだと、そう僕は信用したいと思います。はいダメ。絶対もうゴール近い、近いと思うんだけど、この方の作るトロールコースってさ、ゴール前の罠も半端ないんだよね。だからさ、こういうさ、上から砲台を出してくる系結構好きかもしんない僕。じゃあここは鉄球か。そしてここの石エッジは3ついるけどさ、この石エッジ普通に行っていいのかな。絶対どっかに足場があると思うよ。そして、あれ何もないね。じゃあこのまま行っていいの？ローゼットじゃねえんだよ。頼むって。ピー、何もしないでここで P スイッチが発動されて、ここで P 風船取っていけと。この場面さえ終わればきっとゴールなんだ。頼む宇宙さん、なんでそうだった。早く早く次の場面が見たいんだ。もう一回落ちてこないよな。もう一回、もう一回ゆっくり行こう。マジで怖い。絶対近いと思うからさ。よし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 。そしてここは Z していいの？本当に。いや怖いな。何もしないで僕 Z して、でこのまま何もしないで降りようか。絶対これが正解だと思う。どっちだ。ピッコイン怪しいぞ。あのピッコイン罠なんじゃないのか。あっちもう壊れそうだぜ。脳も頭も精神状況もぶっ壊れそうだぜ。ここはどっちだ、下か上か。頼む。なんかここに隠しブロックが出てきた時点で嫌な予感がしたんだよな。中間ポイント戻しだけはないようだね。もう何やってんの。素直に普通にやれ。後でアイテムとか降ってくるパターンなんじゃないのか。頼む、何も降ってくるなよ。何も絶対に降ってくるなよ。降ってこいよ。徐々に鬼畜さが出てきたねこの人。じゃあ一旦当たってこの状態で振っていけばいいと。さあ次の場面が変わったよ。そろそろまだゴール。絶対ゴールと思った。こん中にゴールないの。頼む。いや何もしない僕は。焼き魚。ここがまだどうやって行くか分かってないんだけど、止まってたらダメってことだったらもう右にダッシュしかないよね。あーよかった、これで抜けれるんだ。絶対当たった。やっぱゴールそこにあったか。くそ。絶対動きあると思ってたんだよな。え、この土管の先は。いやよしよしよし、絶対次でゴールするよ。どこで待っておけばいい。これ一番左だったっけ。鉄球が出てきて、うわどうどこ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 、ここか、ここでゴール。やった。いや本当にめっちゃ鬼畜だったこれ。でもなんかアトラクションみたいな要素も多くてすごい面白かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、アキネーターということで、説明文にね、はいならオン、いいえならオフと答えましょう。このコースはコメントをオンにしてプレイしてくださいって書いてるんだけど、アキネーターって知ってる方いるかな。確か考えてるものを当てるゲームでしょ。それがこのマリメでできるんかなと思ってめちゃめちゃ気になってこのコース選びました。それじゃあ早速やっていきますが、クリア率は 80.08%。いや正直このコースを選んだ基準はさっきのトロールコースでめちゃめちゃ疲れたのもある。さあジューズって書いてますけど、一旦コメント欄オンにしようか。あら？コメント欄がない。あ、ダウンロード視聴やつやき。
ちょっとダウンロードしてないやつに入り直してくるね。さあ今ね、ダウンロードしてないコースに入り直してきたんだけど、多分これでコメント表示できるようになってるよね。オッケーオッケー。っていうかさ、ダウンロードしたコースってコメント表示できないんだね。30回やった方がいいかも。さすがにそれはやりすぎでしょ。で、こん中から選べってこと？じゃあヨッシーにする？緑のヨッシー、僕と言ったらヨシコでしょう。緑のヨシコにしたいと思います。そして色は赤もしくは緑色ですか、ということで、はいはオンだったよね。なんでこのまま行こうか。で、最終的に残ったキャラクター、まあヨシコが出てくるっていうことだろうね。それだったら本当にすごくないかな。右下なんだろう。ヨッシーいないんだけど大丈夫？赤色のキャラとなんかちょろっとしか残ってないよね。まあまあ進んでみようか。絶対ね、最後にはヨッシーが出てくると思うんだよね。それはマリオの味方ですか。ヨッシーは味方だよね、一応。たまに敵になる時あるけど、トロールコースだったら。僕からしたら敵になる時たくさんあるけどね。さあ次は左で、いつぐらいにわかるんだろうね、これ答えが。ノコノコですか。いいえ、それはヨッシーですか。はい。え、もう答え出たの？右は地域で、右じゃないか。だから左のアンサーに答えろってことでしょ。ヨッシーですか、なんで。はい、これでヨッシーが出てきたら本当にすごくない？ヨッシー残ってないよ、右に。最後にちゃんとヨッシー出てくるかな。答え間違ってないよね。ちょっと不安になってきたよ、僕。いやー、どうなんだろう。頼む、出てきてヨッシー。赤色ですか。いいえ、これで絶対出てくるよ。赤ヨッシーとさ、緑のヨッシーいたじゃん。で、ここでアンサーイズ、次で答えだ。頼むよ、ちゃんと答えてくれよ、アキネーター。よしこすげえ、本当にヨッシー出てきた。いや、これは感動だね。もう一個ぐらいやってみる。じゃあ次は人気なさそうなピースイッチいってみるピースイッチってさ、なかなか選ばなそうじゃん。で、ここ赤か緑だからいいえでしょう。ちょっとさっきと同じ場面だから、アンサーのところまで早送りするね。で、次はね、黒色ですかって出たんで、オフ、いいえのまま、このまま先に進みたいと思います。名称にカロンが入りますか。いいえだから、ここのブロックを叩いたまま進んでっていいってことだよね。いや、ピースイッチとかちゃんと出るのこれアンサーなんじゃない、ここって。あ、まだ答えあるのかな。あ、まだあるよ、多分あと1回ぐらいあると思う。さて次は手に持つことは可能ですか、ということで、はい。いや、なかなか長いね。さすがにヨッシーよりピースイッチの方が難しいんじゃない。え、こんだけでわかるの。ピースイッチ本当出てくるの。頼む、ピースイッチ本当出てきてね。いや、めっちゃ不安なんだけど。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。